もうなんかもう次行きました。はい、感じでいいと思います。はい、はい、皆さんこんにちは、だけチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。あの前回に続きまして、関さん、はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。助川車体工業の関さんです。はい、はい、関です。あのバスのね、はい、日本中のバスのメンテナンスやられてる、ね、はい、会社の工場長さんですから、はいはい、もう詳しいですよね。あ、まあまあ、まあ、は前回見た方はあの観光バス、はい、あれ何でしたっけ、はい、あのバスは前回の、あ、前回 の、 あの三菱ふそう製の三菱ふそう の、はい、あのバスでテストをさせていただいて、はいはい、あれも良かったですよね。 あれも全然もう十分体感できました、ね、面白かったですよね、はい、で今回はちょっとせっかくね、もう実はこれ周り見渡すのバスだらけなんで、はい、いろいろやりたいんですけど、はい、やっぱりバスといったら、はい、この路線バス、はい、そうですね、はい、これあの子供の時の憧れでもあり、はい、ね、こうもう常にお世話になるじゃないですか、はい、路線バスってなかなかテストできないんで、はい、ちょっとこれ大丈夫ですか。あ、大丈夫です。え、はい、あの乗ってテストしても大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます、はい、じゃちょっとこの路線バスで、どうなるか、でしかも今ちょっと人気 の、 このエアバルブキャップってご存知ですかね。はい、なんとなく、なんとなく、はい、これでこれあの6個あるんで、はい、これでちょっとテストしたいなと思います、はいはい、なのでじゃあまずノーマルでもう1回だけ乗っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ということでこれからですね、関さんとちょっと行きたいと思います、はい、これじゃあよろしいですか、準備は。はい、大丈夫です。お願いいたします。はい、はい、じゃあエンジンかけます。はい。お、なんだこれ。お、はい、これは車高下がってんすか。車高が今、あ、乗りやすいように、はい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 、こういうふうにから、はい、おー、上がってる。これ今上がってます。で、あ、お、これもちょっと下がってる。オルバージョンですね。はい、はい、ということで、じゃあちょっと私、はい、この近くに乗らせていただいて、はい、はい、じゃあ行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあちょっとノーマルで行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。川下さん、ちょっと映ってますからね。ああ、だあっ、はい、あの今回ですね、あのこの助川車体工業さんご紹介いただいたのが、あの仲がいいと言われている川間社長がね、あの紹介していただきました。ありがとうございました。僕もピンポン押したいんですが、やめてくださいよ。はい、全然テストになんない。ただのいたずらしに来た人になっちゃう。ちょっと開けますか。いや、このままこれでマックのドライブスルーに行きたいですね。なんか前回のこう観光バスと比べると、はい、全然そうですよね。違いますね。そうですよね。はい、はい、これが、まあ、路線バスはこんな感じですよね。確かにね。はい、もうあの加速から違うんですからね。はいはい、もうここら辺からもう、いや、まあ、はい、そうそう、はい、そうですよ、まあ、バスってこれですもんね、はい、これやっぱり観光バスとこの、はい、いわゆる路線バスが、はい、いろいろと乗り心地がこれだけ違うっていうのはもう構造が全く違うんですか。もう全然違います。あ、はい、一番違うのはどの辺なんですか。そのやっぱりですね、はい、ボディフレームがこれ通ってないんですよね。はいはい、はいはい、フレームが通ってない、はい、ってことはこれあの車体が一体型になってる。あ、そうです、もう一体型になってまして、普通の車と一緒のような感じなんですかね。はい、あ、そうです、そんな感じです、イメージ的には。あ、はい、でもあの今地面の下がもう、はい、もう骨格があって地面なんで、もう、はい、まさに本当に板一枚でだからこそこのもうガタガタがどうしてもこういう風になって伝わりやすいというか、はい、まあ、しょうがないですよね。まあ、そうですね、もう、はい、はい、まあ、一応エアサスはエアサスなんで。ああ、そうなんですね、はいはい、あ、そうか、車体がね上下しなきゃいけないですし、はい、すごい。じゃあ観光バス、前回乗った観光バスとかは、はい、どちらかというとあの、はい、車で言うとラダーフレームみたいな、はい、あの四駆みたいな感じで、はい、あのフレームの上に乗っかってる感じなんですかね。はい、そうです。ああ、まさか私もですね、この路線バスで YouTube を撮ってくると思わなかったなんか嬉しいですね、ちょっと。リュウもまさか YouTube に、はい、するとは思ってなかった。そうですよね、はい、すいませんね、なんかいきなり来て YouTube 見てくださいみたいな、はい、なんかすごいあの今日遊び感覚になってます、僕ちょっともう楽しくて。あ、呼ばれました。なんすか、川間社長。乗り心地が悪い。それはね、しょうがないんですよ、これ元のノーマルですから。はい、まあ、あの川間社長がですね、
居心地が悪いっていう、はい、ちょっとクレームが入りました、ね、はい、あれは多分ね、ピンポン押したいだけなんですよ、はい、まあでも実際こう運転されてて、はい、その、まあ、運転の乗り心地、運転のしやすさ、はい、そういったところに関してはどうなんですかね、はい、他のバスと比べたら。やっぱり観光バスに比べると、はい、なんて言ったらいいんですかね、乗り心地っていうのはやっぱ悪いんで、はいはいはい、やっぱりこう疲れる、はい、まずね、余計これ長距離だと、そうですね、まあ、長距離もともとそんな乗るようなバスじゃないですもんね、はいはい、ただこれも結構一度乗ると皆さん時間は長いんですかね、多分ドライバー、ね、そうですね、やっぱり午前中とか、そうですね、朝でまた夕方とか、そうですね、はい、だから、まあ、そういう意味では、まあ、ドライバーさんの負担も軽減できれば嬉しいですし、はい、まあ、ちょっとエアバルブキャップなんで、はい、この路面がですね、どうなるか、そんなにここもそんな道悪いところじゃないんですけど、まあ、拾いますよ ね結構やっぱり細かい型ごと拾いますよね、はい、ちょっとこれ戻ったら、はい、ちょっとバルブキャップつけていきたいと思いますので、はい、ぜひさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今バルブキャップ装着しました。はい、で前は1つで、はい、後ろは2つ、はい、ね。そうですね。はい、手前と奥と。ここと手前とこちらですね。はい、で全部つけましたので、はい、じゃ早速ちょっとテストをお願いいたします。はい、はい、お願いします。もうなんかもう違う気持ち悪い気持ち悪いなんか全然なんかこれは全然違いますね、本当にこれやばい、いやすごい、いやこれはだからもうなんかおかさかどみたいなのがあんまり、いやー、うん、なんかみんな大爆笑しちゃいますね今いやなんか本当あの逆に気持ち悪いくらいですよ、はい、面白い、やっぱり違います、あの運転してても、はい、このやっぱりこう路面に対して、はいはい、安定してるというか、いやー、はい、面白いですね、やっぱり分かりやすいですね、こういう路線バスの方が、これあの本当に路線バスの運転手さんとか体感できると思いますね、本当ですよね、はいはい、ですよね、なんかもう路線バスじゃないみたいな、足回りが全然こう別物になったみたいな感じしますね、どうですか川間社長、はい、よいしょ、これ今ちょっと一緒に、はい、あピンポンはいいんですピンポンいいんですよ、いやすごい、いやマジでね、全然ね、はい、後ろリムジンより乗り心地、いやどんなここでずっと乗っててどんな感じですか、さっきと、あ、そのラムと違う、そのさっきは響いてた、それが全然、あとね、きしみも全然変わる、なんか、うん、走り出した瞬間みんなで笑っちゃいましたもんね、これね、本当あのエンジンなんか本当乗り心地よくなっちゃってる、いや、うん、でまたドライバーがいいよね、はい、ドライバーさんは関さんも、はい、エンジンのドライバーいるじゃない、はい、あすみませんありがとうございました、はい、あの後ろの方どうですか、乗り心地的には、いやもう全然やっぱ違いますよね、全然違いますよね、まだきしみも何も全然変わっちゃったと思うんで、あ本当ですか、うわー良かったです、ありがとうございます、すみません全然別物の本当にあのしっかりした新車みたいになっちゃった、新車みたいな路線バスっていう感じはしないですね、このあ、はい、このコーナー、今曲がったちょうど、はい、コーナーリングが、はい、なんかさっきよりも、はい、関田すごい楽に運転してるように見えるんですけど、はい、気のせいですか、いやそうです、やっぱりなんていうんですかね、こう一回一回になるというか、うん、はい、なんかもっと最初の時ってよっこいしょよっこいしょって感じがしたんですよね、はいはい、運転をなんかあの実際パワーもなんかこう気分的に上がったような、ハンドルもそこまでこうやっぱり、はい、触れないですよね、いやー嬉しいな、ありがとうございます。すいません、本当に。はい、ということで、はい、ありがとうございました。もう、
いや面白かったですね。いい体験ができましたね。なんか、はい、出だした時に2人でこうちょっとこうなんか、はい、あれ何これってあったじゃないですか。はい、でそうすると後ろで乗ってテストしてくださった川間社長とか、はい、ね、あのもう一人の方も、はい、もうみんなでなんか大爆笑しちゃうっていう。しましたね。はい、それぐらいなんか、はい、もう乗った走り出した瞬間も、うん、はい、体感できました。面白かったですね。はい、一番なんか変化感じたのはどの辺でしたか。やっぱりこの、うん、あのきしみ音とか、あ、このガタガタ感っていう。はいはいはい。はい、がもう完全に変わりましたよね。あの、はい、道悪いマンホールとか、もともとこうガーンってたのが、まあ、こうスムーズに。ですよね。はい、うん、いや、これはちょっとね、まあ、はい、これはもうね、あの助川さんだからこそできるテストだと思うんで、本当にありがたいなと思ってます。はい。なので、ちょっとこう、はい、まあ、今回は、あのね、前回観光バス、はい、で今回はこの路線バスということで、はい、でもね、こう見渡すと他にもいっぱいあるので、はい、またぜひいろいろと、はい、あの、バス関係よろしくお願いします。はい、次はじゃあ、もっとマイクロバスとか、はい、そういうのもあります。はい。はい、なので、今回はですね、助川車体工業の関さんに、はい、この今回路線バスで、はい、テストしてもらいましたので、はい、皆さん参考にして、はい、バスをお持ちの方ぜひ参考にしてください。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。